はい、えー、今回は10弾戦の準決勝、えー、山雄太三冠対、えー、高尾真嗣九段の一局を紹介したいと思いますはいじゃあそれでは見ていきたいと思いますはい黒番が高尾、えー、九段ですねはいこの両者はね昔はよく戦っていましたけどなんか最近では別なんか久しぶりにはい見たような、はい、感じです そうですねあのーうん、なんか高尾さんにしてはね珍しいような足早な打ち方です。はい、うん、ここはね昔は絶対つけてたんですけどね例えばこういう形とかが多かったんですけど、うん、これはあんまりっていうことなんでしょうかねこの形より桂馬がいいとかまあこういう形もねあったんですよねこうやって。 このような感じで打つこともあったんですけどはい桂馬っていうのはあれですねうんあのー、ちょっとね緩いとされていた手なんですけどはい、うん、あんまりね予想しない手なんですよねうん。 ここははまあ通りに、はい、まあ、ここで当てるここでね白は当てる選択もあるんですけどこれは2目取ってねこういう別れになると思うんですけど <laughs> はいまあね実利も大きいのではい白も嫌いましてはい、こうなりました、はい、そうですねここは一応主張 で取られちゃうまあ今はあれかもしれないですけどねこういって入れ,入れていれば硬いんですけどただねここ伸びるのかねそこまで重要じゃないっていうことですよねはいそれよりオーバーに先行した方がはい価値が高いとうんこちらとね可変例えばこれを利かしてねこういうような可変もね目につくところですけどねうん こうとか、うん、ただ上辺を選択されましたはいつけてってこの主張あたりをねうんあの有利にした手ですけど結構損も大きいのでうん果たしてどうだったか損も大きい気がしますねこちらを固めたはい、うん、そう主張で取れるんですけどね。 この主張を取ったのがどれほど価値があるか、はい、意外と大したことがない可能性もあります。はい。うん。うん。はい。僕は白がいいと思いますね。この進行ですとね。 うん、なるほど今度は視聴は良くなったと。はいまあ、黒は実践的な打ち方でこちらを地にしようとしましたけどこ,ここの切りもね、えー、見られていますので。 そうですねどうだったでしょうかねはいこれは切りから打てない打たないとねいけない事情がありますねこれだともう取られてしまいますからはい切りから打ったんですけどねうん、うん、次は冷静ですねうんツがないとしょうがないのかなはい切りからうん これは結構厳しいでしょうかすでにはいこう切りで勝負かけましたけど、まうん、この辺りねどういう読みだったでしょうかね <laughs> 羽一本っていうのはうんそっかこうやると こうやって。はい、これで取れるっていうことですね。はい。ということの、はね、ねでしたね。なので、黒もこちらにはねるしかないと。 これはですねこれも次打たれると取られそうですからね、うん、この石もちょっと黒危ないと、うん、はいここでね投了となりましたね、えー、そうですねこの視聴あたりからのね、作戦がどうだったかというのとやっぱり、うん、ちょっと、うん、ここからね、露骨に行ったんですけどそれがちょっと無理 があったでしょうかねはい、うん、そんな感じでしたでしょうかはいこれで山さんは決勝に進まれまして、えー、大西竜平四段と、えー、島野虎丸二冠の、えー、勝,者勝者と決勝を争う、はい、こととなりますはいじゃあそれではこんなところで、えー、終わりにしたいと思いますはいそれでは失礼します最後までご視聴いただきありがとうございました チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。